じゃ今度はチーズ。おお、ちょっと待って。はい、OK。いい？おお。変だね。これ本当チーズだね。何これ？チーズスライムだよこれ。The word hacking was coined at MIT's Model Railroad Club in the 50s. This club for train-obsessed geeks gathered people curious about early computers and technology. When someone had a clever way to solve a problem, they called it a hack. It had nothing to do with today's definition, someone breaking into computer systems. And the term hacker keeps evolving. When people started tinkering with DIY versions of molecular gastronomy, food hacking was born.Akihiko Yoda has his own definition. Food hacking は、フードハッキングは2つあると思っていて、1つは新しい食べ物の作り方を作ること。そしてもう1つは人間について考えて、食べ物を人間がどのようにして食べているのか、感じ取っているのか、コミュニティになっているのかっていう部分を発見して改良することだと思います。その食べ物が人間にどういうふうに影響を与えるかの方に興味があります。なんで？面白いから。Jochen has always been part of the sprawling community of do-it-yourself inventors, tech enthusiasts, and hardware hackers that gather at Maker Faire Tokyo every year. But he always felt something was missing. 日本のメイクには料理があんまりなかったんですね。じゃあ料理でもっと面白いことができないかっていうので、クレイジーキッチンというプロジェクトを始めました。食べ物の匂いに興味が出てきたのは、ずっとクレイジーキッチンというプロジェクトでいろんな食べ物を作って実験するっていうことを繰り返している中で、食べ物の中で味の占める中で匂いの占める割合がすごく大きいことに気がついた。じゃあ放送していいですか？あ、大丈夫ですよ。OK、 いいよ全然。はいはい、これってもうライブですか？イエー、スタート。いいな、スタート。今日のプロジェクトについてちょっと聞きたかったんですけど、何をしましょうでしょうか？明日は、食べ物の香水、フードパフュームというプロジェクトで、2つものを作ろうと思っていて、1つが、日本で焼肉や料理に、レストランに行った後、服に匂いがついてそのレストランに行ったことが分かってしまうというのがあるんですけど、それを再現するための香水。焼肉パフューム、いやいやいや、バーベキューパフュームというのが、まあ、で次のプロジェクトは、食べ物に香水をつけると味が変わるっていうプロジェクト。いいね。メイクは毎回必ず別のテーマで出ていて、今回はフードの中でも香り。その今のフードハッキングって何を作るかっていう方が多いんだけれど、何を作るかはあまり興味がなくて、人がなぜそれを感じるかとかの方が興味がある。人間の感じる味とは何か。Jochen's concept of food perfume revolves around the fact that smelling is the key to tasting. To demonstrate this, he's got a bunch of synthetic smells that he's going to spray on a tasteless jelly called agar.By changing the smell only, he's going to show me how the same food can taste like totally different things. こんなもんかな。シンプルな味のところにかけないとわからない。それアガーを食うと、まあやっぱりそう、味が変わるって。味が変わるってこと。焼き芋。あ、美味しい。アーモンド。おお。じゃあチーズ。なんだろうね、これグリエール、ポルサリー、ゴルゴンゾーラ、なんでしょう。なるほど、クリームチーズ。もうちょっと。いや、でもこれくらいの方が良いと思います。おー、ちょっと待って。はい、OK。いい？クリームチーズ。おー、チーズだね。変だね、これ本当チーズだね。チーズに変わるっていう。おか
しいなこれ。うん、チーズスライムって感じ。チーズスライムに変わる。でこれはまあ匂いだけだよね。そう、匂いだけ変えるんだけれど味が変わって、今のって何、ミルク、ミルク、ミルクパフューム、ミルクスライム。 Here we go、 いただきます。どうぞ。はい、いただきます。はい、ミルク、まずいな、うわ、うわ、苦いよこれ。ミルクあんまりダメか。ちょっとまずいよこれ。もういらないよ。ミルクダメだな。まずい。うわ。美味しいものを作ることだけが料理の面白さじゃなくって、こんなことしたら面白いよねっていう部分もあるはずなんですね。その部分を食べれなくてもいいから、ちょっと面白いものを作ろう。もう一回さ、最初のプロジェクトってもうちょっと説明して。いや、ただのジョークなんですけど、ま、日本でバーベキューに行ったりすると、はい、服に匂いがつく。そう。で、それを嫌がる人もいるけれど、はい、それを捨てたい人のための香水。焼肉パフューム。いや、いや、バーベキューパフューム。バーベキューディオドラント。そうそう、バーベキューディオドラント。それ。ビジネスになるよね。バーベキューは他の料理と違って食べる人の目の前で肉が焼けますよね。そうすると食べ物の油が服に飛び散ったりしますよね。この体に油のものしかくっつかないから揮発してしまうっていう。ご飯を食べた後に水溶性の香りが服に残らないんですよ、ほとんど。だからラーメン食べてもあんまりラーメンの香りにならない、本当は。し、本当は寿司もあんまり寿司の香りに服はならないっていうのが、まあバーベキュー臭くなる原理で。うまい。まあじゃあちょっと瓶に入れますか、これを。はい。So Jokan takes the oil that the meat and garlic has been simmering in, puts it in a bottle.And that's the whole process. これがまあそのそうバーベキューのオーディコロン。もうできた。できた。はい。てかナンパするとどう？素敵なバーベキューパフューム。結構オリジナルだから。オリジナルなスパイシーな男に。スパイシーなスパイシーボーイ。っていうかバーベキューの服の匂いを好きな人もいるじゃん。そう、その人のための香水。いいな。じゃあカレーのパフュームを作りましょうか。一番わかりやすいので。ここはカレーの材料、インドのになっているので、それをに油で匂いを出していきます。パフュームは強い。主にクリーン、ターメリック、コリアンダーのもので、これ単体ではそんな香りがしないんですけど、混ざると独特のカレーの感じになるので。あ、もうなんかいい匂いしてきた。あと、うん、でクラブ行くとさ、ちょっとカレーパフュームつけたらどうだろう。そもそも味覚とは何かっていう話があって、うん、味覚って舌の上で感じる部分って全体の 20% から 30%、はい、だからもっと大きい部分は何かっていうと鼻が 5、60%、はい、耳が 10% ぐらい。そんな感覚ある。あ、カレーは完全にオデカレーオリカレーじゃあカレー油。いえ、カレーオイル。これはそのまま料理に使えます。うわ、ちょっとあのね、匂いがね、じゃあ窓を開けよう。カレーかな。ちょっとここ、はい、伸ばしてみて。カレーだ。カレーせんべい。あのカレーパフューム。カレーパフューム。カレーパフューム。カリーボーイ。カリーボーイ。カレーマン。すごい。This is weird. I feel like eating myself. I guess smelling delicious can make you really hungry.
Jokan is taking me to Nayagara, a curry spot that the original 50s model railway hackers would have loved. いやちょっとさ、去年の東京メーカーフェアでは、一つのフードプロジェクトしかなかった、いや、そうそうそう。それはケミカルカレーって言って、極力自然なものを使わないでカレーを作る。全部の物質を混ぜてカレーにするっていうものです。うん、その目的は何だったの？いや、その僕たちが食べてる味を本質を知りたいから。何がカレーなのか。彼の魂。普通のハッキングって物をどうやって良くするかっていうことじゃないですか、はいはい、じゃなくて人間の体をもっと知って人間の体をコントロールしたいんですね、はい、まあ、人間が分かると物を作るのもより分かるようになる。 100% ケミカルでも、うん、結構美味しかった。美味しかったTokyo Maker Faire is a window into a world of ingenuity, where all kinds of techies meet up to let their imaginations run wild. As the first food hacker ever at the Maker Faire, Jokan isn't interested in hacking the food itself. He's all about hacking the senses. 普通のエンターテインメントは読む目だけ、映画を見る目と耳だけ。なんだけど食べ物は手も動かす、舌も鼻も目も耳も使うから、全てを使う面白いエンターテインメントである。これをもっと何かのコンテンツにできると新しいエンタメになるのかなと思ってます。どうぞ、こちらフードハッキングサークルクレイジーキッチンです。食べ物にまつわる研究をしています。来年はもうこれがシャネルから出ませんおすすめは焼肉なんですけれど、先生いかがですか？焼肉行きましたよね。はい、手を出していただいていいですか？こちらに失礼します。これをこう伸ばして、はい、そうするともうあなたは焼肉に行った人。焼きすぎた。ちょっとね、だいぶ長時間。来年のトレンドはこれですよ。カレーはカレーせんべいみたいなにふわっとこう女性が振り返って、あ、焼肉だいつっていう。人間は特に食べ物とかはぼんやりとして捉えていて、味っていうのが実はよくわからない。20年間ものを食べていても味がわからなくて、その味の要素を一個一個分解してあげると、あ、これがこの味で、これがこの味で、これがこの味なんだっていうことがわかるようになるんですね。その人間の、そうすると人間能力が上がったとも言えて、そういうふうに人間の視野が広がったり分解能が上がったりすることはすごく面白い。I like Jokan's approach to deconstruct food to find new ways of defining taste. Can I spray cheeseburger perfume on my oatmeal and live healthier? Will restaurants put perfumes next to the salt and pepper on every table? And will the fast food industry find the ultimate smell to get us hooked in the future? Will we notice? I'm not sure to what party I'd wear food perfume. All I know is that smelling like a curry is kind of growing on me.